もしかしたらあの俳優のオファーが今後増えるかもしれないんですけれども、はい、あの俳優とボディービルとお笑い芸人の今後の活動の比率っていうのはそうですね、まあ、やはりあの僕はまあ筋肉があってのっていうのがまずありますのでえ10のうちのまず6ぐらいがボディービルダー、はい、そして3が俳優で1がお笑い<笑>といったところですかね。はい もうう俳優がお笑いを超えてくるっていうそうですねあの本当はまああのお笑いメインでいきたいんですけれどもあのなかなかお笑いが取れないということがちょっとありましてね悩みで234年やってるんですけれどもなかなかお笑いの筋肉が伸びなかった、はい、体の、ね、筋肉はどんどん成長したんですけれども、はい、でもあの今回作品を、ね、役作りといいますかこう演技させてもらった時に、まあ、僕の知り合いレベルですけれども。 ハリウッドが動き出したっていう <laughs> はい普通の同級生なんですけどねはい、まあ、お願いします金にくさん今回一、はい、人5役やられたということで、はい、どの役が一番しっくりきましたかそうですねやはりあの甲子園球児といいますか高校生の野球部の役はすごい自分でもやっててしっくりきたなという感じはありました <laughs> フーリーさん的にはどれが一番ハマってたなっていうのはありますか、はい、ええー、私的には 女子高校生役が推しですあ,ありがとうございます <laughs> あとやっぱり今回のその役の中にタンクトップの役が一つもなかったっていうことにちょっと不安とかはなかったですか,あかあそうですねいつもとは違う感じなのでちょっと違和感というか不安というか多少はありましたけれどもまあでもやっぱり僕も俳優ですので <laughs> あのやっぱそこは切り替えて <laughs> もう俳優のスイッチを入れているというか。 ななのでもう役になりきってますね、はい、次回作への意気込みっていうの、うん、ありますね、あのー、次はやっぱり今回はまあ時間的な1分とか2分ぐらいの作品なので一応長編というか、あのー、<laughs> そういういのを次回の作品につなげられたらいいなとは思ってます。ハリウッドとかにもまあ最終的にはという感じですよね。<laughs> 一緒にフーリーさんもハリウッドってえぜひ連れてってっください,い,やいやもちろんその時はぜひともよろしくお願いします。